保育園の遠足で昼食を食べる親子。昼下がりののどかな光景であるが、ここにも霊が映り込んでいる。画面右側に生えている木の幹に目を凝らしていくと、こちらを見下ろしているかのような霊の顔がご確認いただけるだろう。これは木に寄生している動物霊である。こういった霊の多くは攻撃性のないおとなしい性質である。食事をしている人々の様子をただ見つめているのである。ただ都市部などでは自然破壊によってこうした静かな霊の居場所が失われており、その多くは浮遊霊となっている。